こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、カス。よろしくお願いいたします。一つよしだね。なんか今なんか始まんの遅くなかった、カスが。始まるの遅かったの。船先がちょっと切れてますけど。あ、なんか始まってたよね。ちょっとなんか無言の間があった今。ちょどのぐらいか聞かせてもらっていい今。ちょっと落ちて、ちょっと、うん、いや、なんなん本当に。そう遅かった。そうでもない。そうです、体感はね、体感は。無音の時間あったのかな。あったのかな、放送では。どうなんだろう今ね。聞いてみましょう、ちょっと。日雷プレゼント。あれ、今のこれ無音とか始まってる。お前さ、ちょっと説明してくれ。説明責任だ、これ。今、そうだね。結構回ったよね。まあ、そうか、今のところが。3秒がね、放送事故と言われてましたけど。これは申し訳ないね。説明してくれ。何が起きたの？なんだろう、見てなかったかもしれない。船崎。時計も？時計もそうだね。とか言ってて。パッて見たら、もうなんか手が上がってたから。その手が。なんかやってたよね、船崎。やってた、やってた。その手が上がってた時がいつだったのかは分かってない。その手が上がるところを見てない。時計も見てないし、手が上がる瞬間がないから、すでに上がってたから、ね。でもさ、やっぱさ、これってさ、あれ、春日ってさ、なんか、よくあるけど、なんつうの、ヒルナンデスの時が多かったか。ヒルナンデス。なんか CM まで何秒みたいに出てんじゃん、フロアで。はい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 。あれ、見えてないよね。ああ、そうだね。見てないよね。見てない、見てないっていうか、見えてないね。視界には入ってんのかな。気にしてないのかな。気づいたら、だから、もう1秒とかなんですよ。なんつうの。いや、あ、なるほどね。なるほど、なるほど。そう、だから、いや、だから、結構、なんか、多分、南原さん的に、春日に振って、なんか一言言って受けて CM 行きたいみたいな時に、なんか春日がなんかダラダラ喋ってるいや、それでは春日はねとか言ってて、南村さんがなんかちょっとどうしようみたいな、でなんか途中でなんか打ち切る感じで行くみたいな時があって、で結構10秒15秒前とかからフロアって出してるから、はい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 、なんかこれ何なのかなと思って、でもなんかなんとなくわかるっていうか、はいはいはい、NFL クラブも毎週やってんのに、あれな、あんな疑似生じゃん、言ったら、それなんか何だろうと喋り始めたりしてるいや、春日もこれで、多分見えてないんだろうなって思って、俺は大丈夫だけど、だから気にしないのなんかな。そうだね、気づいたらだからもう、いや、なんかお前がそれやることによってこうさ、船崎とか落合とかさ、林さんとかがハラハラすんじゃん。それは無駄じゃん、世の中にとって。まあそうだね、だからお前は世の中にとって無駄なんだ。なんでそこに繋がんないなあ。で、商売、この間あのこっち側の集いでその話になったんだけど、気にしすぎ、どっちがいいってわけじゃないよ、どっちの良さもあるよ、なんか気にしすぎの人が、なんか買って服とかを、その、服の袋を店員さんが持って、出口まで持って送り出してくれるのが気まずいみたいな話、はいはいはい、あるあるじゃん、で何が気まずいのみたいな、こっち側の人とあっち側、いわゆる、まあ、陰キャ陽キャって分けたら簡単すぎるけど、そんな風になってんだよ、あっち側代表ではラルフさんとか、ジェシーね、それこそ、ジェシーとか森かすみさんとか、全然気にならないですけどねみたいな話の時に、その自分を見てる視点がドローン視点なのね、あのこっち側の人たちを引きで見てるっていう、全体を見てるから相手気まずいし、持たせてる自分も見られたくないって、あっち側の人はなんかこめかみについてる CCD しかついてねえだろみたいな話になってる、多分そういうのはある、性格的に、ね、まあそうかもね、どっちの良さもあるんだけど、だから分かる、だから喋ることに集中してるっていうのはあるよね。あ、まあそうだね、そうだから、この番組でもあの、2時58分までって決まってんの、なんか。マジで俺、これ、時計見て57分48秒みたいな時に、なんか、春日、そういうとこ直してくださいね、みたいに言ったら、いやいや、そうは言ってもさ、え、あれなんかこの、
時計が、見てるの。だから見てないのよ。だから、スタート切ってる時は見てないの。え、でも 2.58 ってなったら、もうダメだよっていうのは知ってるよね。うん、知ってる。だから、こうやって話し始めるじゃん。それが 2. なんか、その、わかんないけど、話し始めて、バーってパッて見たら、もう終わりになったから、スタート切ってる時は見てないのよ。あ、だ見てたらスタート切らないじゃん。50何秒になってたら、はいはい、そもそもスタートを切らないじゃない。切っちゃった後に、はい、あ、もうこんな時間なんだ、その。切る瞬間に見てないっていう。動き出しの時。ああ、なるほど、なるほど。それ全部そうだよね。ああ、うん。だから、だから2時57分45秒の時は、何時何分だと思ってんの？何時何分？うん。いや、何時何分？うん、そこまで、そういう、そこまでな感覚もないよ。ああ、そっかそっか、うん。そうね。何時とかじゃなくて。じゃなくて。2、5、7、目に入ったりはして、もう見てないのかな？見てんのはいいのかな？この時計を。見てないと思う。ああ、はいはい。だからなんかその、直前なんないと見てないと思うんだ。なんつうの？直前？だから2、58分、2時58分、00が終わりだとしたら、その、57分55秒ぐらいで、ようやく見てるというか。でもさ、うん、ちょっと俺のギャラ上げてくんないかな？どういうことなのよ。いや、だって俺は、あの、2時54分とかにエンディング始まったら、まず見て、まあ、結構、今日は余ってんなと思って、なんかまあ、あれとあの話するかとかって思ってるわけじゃん。でもその間お前は、何時だか分かってないわけじゃん。ただちょっとギャラ上げてほしいんだけど、俺の方ちょっと。時間分かってる分。俺だって時間分かってる手当よ。本当は、せっかくだから何時だか分かんない状態で喋りたい、俺だって。気にせずに。そうそう。それを守ってる。そうそうそう、守り台ね。おまあそうだね。いや、あるよな。まあ、正確だよな。だからさ、いい時はいいんだろうな。あ、勝負ごとの時とか、子役に勝ったりするじゃん、お前。それはいい時なのか。それはいい時なの。全体像、全体の構造を見てないから。確かにそうだね。この勝、で、俺、びっくりしたんだから、まず、バラエティで、ゲームの勝負ごとを、100で勝とうと思って参加してる人間が、俺、芸能界にいないと思ってたの。でも、春日は、笑いがゼロになるらしいな。勝負ごとはね。クイズとか。クイズとかもそうだし、そうだね、子役の子にも勝つし、この間、体育会 TV の特番とかだったら、アスリートに混じって優勝とかしてるからね。タイヤ引く、なんかあの競争。もう勝ちたいと思って。でもそれはでも、いいもんな、体育会 TV にとっては。まあ、番組の質的にさ。そうだね。まあ、正直別に今視聴者の方別に子役だから、おもねって、わざと負けてあげるとか別に見たくないじゃん、多分。そうね。そういうのが、いい方に入る。そう、なんかテレビを予想の、なんか範疇に収めないことはやってんのよ、確かに。なるへそ、なるへそ。そうか。ただやっぱり、こんだけ長いことやってきたラジオで、始まらないっていうのはやっぱり。そうだね。リスナーが不安になるよ。なんか、あれと思って、あれまたやったのかなって思うじゃないの。その、春日の声がパッと聞こえないって。不安にもなるし。そうそうそう。聞いてる人が。そうそう。確かに、これは申し訳なかったね。いやいや、まあ別にいいんだけど、ラジオ本の、見ました、読みました、インタビュー。インタビュー、もうね、いろんな方がやってくれて。読んでないだろう。まあ、そう、全員は読んでないけどね、まだね。あ、そう。うん。誰は読んだの？そう、成田くんとか。成田亮さん、やってくれてたな。やってくれてたな。春日子が好きだ、みたいなこと言ってくれてさ。嘘だ。いや、ああやってさ。何回もあそこの部分だけ見直したよ。そんなわけねえだろ、これ単純にさ、その、リスナーの声がさ、ああいう風にさ、知れることってないなって読みながら思って、嬉し、めっちゃ嬉しかったの。全員のインタビュー。でもよく考えたら、俺たちが普通オタ読まねえからだと思って。リスナーの気持ちなんて聞けることないもんなーっつって。あとなんか、あれ、やってないじゃん、X とか。はい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 。そうだね。だからそれもあってさ、リスナーの声が届かないからさ、だから俺もインスタのコメント欄閉めてるし、別に何のために
こんなん読むんだと思って閉めたの、俺は。はいはいはい。それは届かないよね。そうそうそう。で、0.0何%らしくて数字で出すとコメントしてくれる人がさ。うん、ああ、そうですか。そう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 。うん、それでさ、その、春日がさ、うん、その、なんつうんだろうな、うん、なんかこう、うん、まあ、絶対 SNS やらない主義っていうのもあるし、うんうん、俺たちも普通歌読まないから。うんうん、だからよく考えたら分かんないよな。いや、分かんないよ。ああ。うん。分かんない。うん。うん。これ、その、リスナーの、どうやって聞いてくれるか、とかが結構わかんないもんですよ、うん、我々。うん、そうそう。いや、そうね。たまにその手紙をね送ってくれる方は、うんうんうん、読めるんですよ。だけどそうじゃないとわかんないよ、ネット、あの普通歌読まないからね。春日がおかしいな。そうそうね。成田さんが岡田マネージャーのファンですよ、ね。そんな。たまに岡田って、なんか、うん、そうなんだ。あの、俺たちより全然若い芸人さんとか聞いてくれてる人に、うん、あの、岡田さんですかと話しかけられて、なんか、はい、はい、はい、まあ、そうね、それしかないよね。はいって言うしかないよね、さ。まあ、そっか、そうだよね。ねえ。それは言われるわ。で、やっぱ、向井君と会っても、ここまで自分のラジオに対してあんま喋れないから。めっちゃ嬉しかったなぁ。これは嬉しいよな。うん、いやぁ、そうね。うん。うん。日向坂とかもさ、うん、あえて喋ることも実はなくて。うん。そのね。うん。あれだから、そのセットチェンジ中にコミュニケーション取ろうっていうのも、あの、俺たちもう諦めちゃって。そうね、また原点回帰の、その喋らないっていう、喋、うん、らないっていうかなんか、うん、いよいよ、もう努力しなくなっちゃって。そうね。そうそうそう。そうそうできないんだというね。うん。うん。ことにもうしたんだよね。春日でも喋ってるわな、でもな。なんか結構。まあまあ、うん。なっちゃってね。比較的ね。うん。なんか感じになっちゃってるから。うん。いや、ほんとよ。これもありがたいよ。あばれる君がなんかその。うん、いや、ほんとよ。あばちゃんもさ。オードリーのスペシャルウィークで、うん、その、あの、純度 100% のお笑いができたっつって自信になった。そんなことやったことあったっけ？ないし。アバちゃんは、100% のお笑いって、暴れる君のがやってるだろ、テレビで。そうだね。うん。芸人人生のポイントって言っちゃってるもんな。ねえ、ポイントって言っちゃうよな。本当かな？あと、いや、鈴木杏樹さんって、このラジオで何度も言ってるけど、なあ、俺たち世代だな。うん、いや、そう。お前、この間、オドハラでなんか、うん、若者のすべてについて語ってて、なんか、長時間滑ってたな、なんか。滑ってるってやめなさいよ。変な状態だったな、あの状態。で、うん、なんか俺は、ね、俺はあの状態のカスがちょっとおもろいんだけど、うん、もう、若者のすべて、だから、あ、なんでかっていうと、うん、まず、ラブ、ロングバケーション。ああ、そうだ、ロングバケーション。ロングバケーションを、なんか、知らない人がいるはずもないみたいな空気なのよ。クイズで。うん、そうそうそう。で、俺と春日どっちも見てなかったんだよな。そう。ロンバケを。だからちょうど高校生。ロンバケなんて里光見た？え、見た？お、そう、全部？え、その、101回目のプロポーズぐらい知らなきゃダメなの？おー。あ、ちょ、待てよのやつなんだね、ロングバケーションが。そう、あそこからなんだね。おうん。うん。それは知ってるよね。だから、木村さんとほら。え、でもさ、もう一個あんじゃん、キムタクさんと。そうなのよ。なんだっけ、ロングバケーションに似てるやつ。だから、あの辺の、あの、トキワさんとかとやってるやつとかさ。なんだっけね、いろいろそうだ。ラブジェネレーション。ラブジェネレーション。ちょ、待てよってあれ。うん。ロングバケーションなんだ。後ろからハグするみたいなやつやんな。そうだね。あれは松高子さんとやってんの。あれは違うの。もうあれはあの、あれ、なんだっけ、あの、ケンジのやつだっけ。あれは大豆だとはこの、大豆だとそっちもやってんだ。あれは大豆だぞ、そっち。カルテット。あれ、角田さんの、角田さんのやつだよ。木村さんじゃない、角、もう、他にもね、いらっしゃるけど。木村さんと、ね、そう、1対1ではない。だから若者のすべてが、意外と、うん、だから、その、昔のドラマといえばで、今も地上波に出るって言ったら出ないんだな、あれ。そう、だから本当に木村。車作るドラマ。
そうね。うん。だからその、ね、木村さん、だからずっとヒントというか、なんでわかんないっすかつってね。全然答えられないから、私が。その木村さんの出てるね、大ヒットドラマで、みたいな。そう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 、そのヒントがちょこちょこ出てきて。そうそうそう。で、その木村さんのドラマ、フジテレビのってたら、もうやっぱり若者のすべてぐらい出てこなくてさ。いや、そうなの。ずっと最後まで。俺はわかるよ。うん、そうでしょ。若林さんはわかると思う。で、答えたらなんか、変な感じになってね。変な若者のすべて。若者のすべてしかわかんないやつは、それがなんかあんまり若い人に伝わってない。なんか萩原雅人さんとさ、とか。それでもなんか喋り続けてるから。お前はその、BS しか最近見てないせいで、地上波でコメントの尺が長くなってるから。そんな BS の影響じゃないだろ。なんかワンフレーズずつポン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 行くのに、なんかお前は BS ばっか見て、なんか長く喋る癖がついちゃってるから。いや、若者のすべてしか見たことないから男子校だし、みたいなこと言ってる。その男子校も意味わかんねえし、みたいな空気になっちゃって。そうそうそう。長時間 BS 滑りしてたって。あ、BS 滑りで。そう、ないんだ。同じだよ、BS の時の流れと。BS は長く喋れるのがいいじゃん、魅力じゃん。まあまあ、そうだね。うん、こう、掘り下げるみたいな番組多いからね。はいはいはい。うん、でもさ、うん、その、なんか BS はすごい好きな番組いっぱいあるんじゃないの、今。いっぱいある。だからもう、抑え、うん、だこれ以上増やさないで。あえて何かって聞かないけどさ。何聞かねえんだよ。別に、まあ。でもさ、その BS 男なんだよね、今、多分ね。BS をもう本当に BS、はあ、家で BS しか見ない。いや、俺が BS 男、BS 男って言うから、好きな番組一個ずつ言ってくんない、うん、で、いきますよ。BS 男、BS 男。町中華でやろうぜ。BS 男、うん、BS 男。ズンキッサー。BS 男、BS 男。駅前食堂、すぎちゃんの。BS 男、BS 男。上野食堂。BS 男、BS 男。X 年後のあの同窓会。BS 男、BS 男。ビル探訪。お前見てるなお前見てるなあと、あ、ヒム太郎、ヒム太郎、ヒム太郎だし。お前、強いね、ビゲあの、合コンのゲーム、BS 男。お前、山の宣言みたいな。BS 男。これ不思議なルールなのよ。お前見てるなで、終わるゲームだから。あ、出なくなって、ブーとかじゃないんだ。出なくて、BS 男が来ちゃったら、うんうん、あの、お前の負けでも。それでもいつかもそれ出なくなるよ、そう。全部でもあまりにも出るのに、負けだと冷めるから、うん、それをやっぱ、それが難しいゲームなのよ。だからその、その美しさで競うから、うん、ペアで挑戦するゲーム。終わり方の、すごい着地も重要なゲームだから。どこで切るかとかも。そうそうそう、そう、うん。いくつ出させて、うん、見てんな、が終わりなわけだからね。どこでそれ出すかっていう。CS 男ではないんだよね。CS 男だ。CS は見られないからさ。家が。家でね。ああ。うん、BS。だから本当に追いつかなくなっちゃうから。うんうん、何が？あ、好きな番組多くて。多くて、その消化、うん、やっぱり一日にさ、夜帰って見られる番組数って決まってるじゃない、うん、ある程度さ。はいはいはい、はい。まあ、平均的に。はいはい、はい。だこれ以上増やすと追いつかなくなっちゃうんだよね。だから、毎週毎週、ほら、溜まってっちゃうというかさ。で、したらさ、なんか、ワウワウとかってさ、うん、ワウワウを紹介する番組がワウワウにあったりするんじゃん。はいはいはい、はい。お前 BS でやればいいんじゃない ?BS を紹介する番組？そう。で俺は、やるよ、その、うん、進行。その、BS 男、BS 男ってそれ、うん、だから、それをまんま BS は、さ、案内する番組すればいいんだよね。若林さん横で、BS 男、BS で、私が椅子からなんか座って、その周りをずーっとぐるぐる回ってさ、BS で一個一個言って、その番組のなんか紹介の V 流れるみたいなさ。そうそう、お前が言って、でもそれ番組になったら、うん、BS 男って俺が言った後、お前がタイトル言った後、うんうん、この番組はですね、って始まるの。うん、ああ、で、その時俺は、うん、声はボリューム落とすから。なるほど、なるほど。で、説明が終わってからもう一回言った新しい番組。うん、ちょっとやってみよう。ちょっと行く。BS 男、BS 男。ヒム太郎。バナナマンの日村さんがですね、もともとウォーキングが好きだということで、東京の街とか、まあ、主に東京のね、街をこういろいろ歩いて、あそこのビルがなんだとか、うん、なんだかね、うん、街の人と触れ合ったりする番組なんで、最後に必ず、まあ、ほぼほぼ、蕎麦を食べるんですね。富士蕎麦とかやって。うん、で、そこで。長えな、お前ああ、ドボンか。
お前俺、うん、それ出ちゃったらどう思うかな。俺ずっと小声です、うん、今の言いながらぐるぐる回ってんのよ。回っていいじゃん。で、言おうのまでそれ回っててほしかったよ。いい、やりたいけどね。ああ。いいね、その、そういう番組だったら。すごい見てんだな、今な。いや、ほんと、まあもう増える一方よ。BS。むしろ地上波見る機会が減ってんじゃないの、うん、減ってる減ってる。うん。うん、だってもう追いつかないもんだって。毎日毎日見てかないと好きな番組だから、うん、気になる番組だから結構だからさ、うんうん、そういうことを自分の趣味にもしてったら広がんじゃないの。どういうことですか。だから番組で好きなことを自分でもやりたかったり行きたかったりするんじゃないの。そう、建物とか実は好きなわけじゃん。好き、そうだね、うん、おー、面白いね、うん、気になるよね、うん、だからそういうのでなんかやってないなんかないかなとは思うけどね、うん、もうほぼほぼなんかやってサウナの番組もあるしさ、うん、好きなんだそれも。うん、気になるようなやつはもうほ、もう番組になっちゃってるよね。そっか、自分の趣味っていうか。いや、そうよ。で、自分も好きだし、うん、まだ誰もやってない。そうか、番組ってなると。喫茶店もそうだしさ。なんか、ケンコバさんはなんかビジネスホテル泊まってるしさ。なんかもう、もうあるよね。ああ、ビジネスホテルね。ビジネスホテル泊まって、なんか前乗りみたいな設定なんだよね。あれもだから、ケンコバさんの番組見たいんだけど、それも入れちゃうともうパンパンになっちゃう、その、ね。ああ、そんなに。見切れなくなっちゃうから。なんか前乗りみたいな感じでね、ビジネスホテルとか、その街のなんか、うん、居酒屋さんとかを行って、だから前乗り、そうなのよ、うん。前乗りの夜みたいな。設定の番組。そういうこと。でも面白いもんだね、うん。地上波よりそっちが好きになってくるんだな、おじさんになると。そうだね。だから建物の番組とかもあるしさ。うん、アンガールズとかやってるよ、なんか。ああ、やってるよね。うん。いや、もうやっぱり、いや、あるんだよね。なるほどな。うん。俺この間さ初めてさポケモン見たわ。生まれて初めてポケモン。まんまって全部映画で映画うん、はあ、ほんと知らなかったわ、うん、ポケモンそのミュウツーの逆襲っていうのはみんな聞いたことあるね。それを勧めんのよ、ポケモンの映画ないのに。初めて見た。面白い。お前さポケモンの仕事してたよな、うん、まあそうね、レギュラーでやらせてもらったりとか、うん、まあゲストとかね、うん、まあ、そういうことはアバちゃんとかさ、うん、はいはいはい、はい、出てた頃、はいはいはい、よく呼んでもらってやってました、ね、何やってたのポケモンの番組で。だから呼んでもらってた時は、うん、ポケンチか、うん、はなんか紛争してあのキャラクターに、あーモンスターに、いやモンスターじゃないな、あの登場人物、うん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 、かすみっていう子がいいんだよね。女子。ああ、はいはいはい。で、その格好、かすみをやってたのか、うん、私はかすみよみたいなことを言って、なんか、あの家遊び行って、なんかこう、ゲームをみんなでなんかね、はい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 、なんとかゲームとかやってやったりとか、はいはいはい、するのやってました。ああ、うん、なるほど。そうね。俺、うん、初めて見たんだけど、うんうん、びっくりしたんだけど、ポケモンって喋るポケモンもいいの、うん、言葉。ミュウツーがめちゃめちゃ喋るぞ。ああ。僕はどこから来たんだみたいな。私はどこから来たんだ。なるへそ。喋るポケモンもいんの？いるんだろうね。ピカチュウってピカって鳴くじゃん。ね、うん。うん。喋る日本語ベラベラのポケモンもいんの？ベラベラのポケモンもいるんじゃ。そっちの方が多いんじゃないの？で、さつみち見たことある？丸々一本。子供が見てる。子供、一緒に。じゃあ、そう考えたら。映画見に行くとかね、一緒に。俺らが二十歳ぐらいの時から人気なんでしょう。もっと前から。高校97年とかじゃない？ね、ポケモン見てたの？見たことない。お前ポケモン一本丸々見たことある？映画はない。あ、漫画、アニメはあるの？アニメはあったりとか、何やお前それ仕事してんだよ、それ。私だって出たんだよ、ポケモンの。私が主人公の回あるんだよ、ポケモンの。カスカが主人公なの？カスキングだっけ、コイキングって言うじゃん、コイ。うんうんうん。あれのなんか、あ、そうそう、カスキングって言ってね。うんうん。うわ、アフレコしたんだから。俺も出た、それ。お前さ、出てないよ。あ、出てない。コイキングのなんか大会で。その時代の記憶をちょっとわかんないから。それでもそんな前じゃないよ。なんで出たのよ。2020年ポケンチやってるから。ポケンチやってらしてもらってたりするから、2019年で、じゃあ、もともとゲームから始まってんでしょ？ 2009 年じゃないよ。もっと最近よ。あ、そう。うん。私の会があってさ、アフレコ行ってさ、うん。で、結構厳しいのね。
あー、アフレコが。やっぱポケモンってなんつうのこのね、うん、その、長い歴史のあるアニメだからさ、うんうん、やってて、うん。春日役で出てんだよ、うん。春日役でなんかトゥース、トゥースとか何回も言うんだけど、うん、トゥースにすっごいダメ出されるのよ。うん、違うと。違う。そのトゥース違う。とか。あたしのトゥースなのにさ、今のトゥースもうちょっとこういう感じでとか。あ、出てたか、うん。カスキングが。もうカスキングほら、うん、2020年でしょ？そう、最近。これ春日で出てんの、これ。これは春日なんの？これは春日、ね、うんうんうん。だからそのポケモン何、何ハンター、ポケモンマスター、ポケモン操り。これだ、あたいの名前はカスキングって出て。いや、そう、楽しかったよ。カスガのお母さんじゃないよ。いや、違うよ。カスガが扮するカスミで。一緒に旅してる女の子、これ。カスミって。一緒に旅してる。まあ、仲間だよ。こっち側のだから仲間じゃん。あの日、なんだっけ。たけし、たけしだっけ。いや、あれはさ、サトシ。いや、サトシ間違えんのやばいでしょ。申し訳ない、サトシ。本当やばいだよ、それ。出たんだろ、お前。出たよ。出てるけどね。カプセルに入れられたのかな、カスキングも。カスキング、だからカスキングはその、プレイヤーだから。ああ、お前が、なんか戦うやつ。そうそうそう。戦う子を投げて、そカス、コイキングのなんか大会みたいなのを、はいはい、チャンピオンなのよ。ああ。カスキングっていうのは。ええー。うん。で、このサトシ。で、あのさ、その、あれはさ、何、うん、何のためにやってんの、うん、あの、サトシは。モンスターボール？うん。あれ、なんでやってんの？目的？うん。やっぱなんかほら、悪を倒すんだよ。あ、なんとかだ。なんか。敵がいるの？敵がいるんだよ。ロケット団。ああ、ロケット団出てきたよ、映画でも。だからそうじゃん。お前らの相手してる時間、今回ねえんだ、みたいに言われてて。あ、そう。あの、その、もっと、メインがあんのが映画だから。あ、そうなの？ちょくちょく出てきたけど、ロケット団。ロケット団だ。ロケット団が、うん、バイキンマンみたいなことなの。そういうことだよ。だから、敵なんだよ。本当に倒しちゃいけないんだな、じゃあ。ガチで倒しちゃったら終わっちゃうから。でも、バイキンマンよりは、はっきりとした目的があるんじゃない？わかんない。何をしようとしてんの？いや、だから世界征服みたいなさ。ロケット団が。ロケット団が。だから、バイキンマンあれでしょ？なんか結局なんか、かまってほしいみたいな感じってなったじゃん。我々の中で。答えが。実はね。実はそうね、うん。アンパンマン軍がその自警団みたいなあれで、うん、バイキンマンは。アンパンマンが自警団っていうのもあれだけど。なんかちょっとこのね、嫌がらせ。めちゃくちゃ面白かった、アンパンマンもね。そうでしょ、うん、それよりはなんかはっきりと目的があったような気がするの。世界、だから、ポケモンで、うん、ポケットモンスターを操って世界をこう、うん、牛耳るみたいな。うんうん、ロケット団が。ロケット団はそれぐらいのね、なるほど、ね、多分だそれを見てから映画見た方がよかったんだ、じゃあ。ああ、そうなんじゃない？そのなんかね、そもそもある、その物語、設定をね。それをだからそのサトシとかは阻止しようみたいなことなんじゃない？サトシはサトシで、モンスターを育てて、それを食い止めてんだ、うん。ロケット団がそうしようとしてるから。そうなんじゃない？はあ、ピカチュウ、ピカチュウを。そういうことなんだ。うん、ああ、なるほど、なるほど。そういうことなんだよ、大きく言えばね。大きく言うと。うん、それに霞や、なんとか博士とかで。そう考えたらさ、そんなの目的わかんなくなってるよな、うん、漫画って。当たり前だもんな。だって、うんうん、よく考えたら、ドラえもんって何してんのって言われてわかんないだろう。ドラえもんは、だから、のび太のサポートってことでしょ？え、なんでなんだっけ、のび太のサポートして。だから、どうしようもないから、なんか未来から来たんだけど。未来の、だから、その、世話しとか、孫？孫だよね。子供じゃなくてね。はいはいはい。世話しくんだよね。うん。が、送り込んだドラえもんを。未来から。じいちゃんがもうどうしようもねえから。未来から来た猫型ロボットみたいな自己紹介あるもんな、ドラえもんって。そうだね。歌の中で、歌ね。うん。そうだよな。でも、そう考えてしっかりしてるね、ドラえもんは。目的が。そうだ、そうだね。だから、たまに映画でドラえもんがいなくなると、うん、なんか、感動すんのか。うん、なんでこの話。いや、もう、大雑把すぎるだろ。分かってなさすぎる奴ら同士の会話だから。全然。で、だから分かんない。映画から、ミュウツーの逆襲から見ちゃうと、サトシたちが何したいのかが分かんなくて、うんうん、ロケット団も何か分かんないんで、もうそれはまあ見てないのがいけないんだけど。で、なんか、絶対面白いはずなんだよ、やっぱり。こんだけ。いやいや、そうだよ。絶対面白いはずなんだよ。そういうことなんだと思ったっていうか。うん、うん。で、よくわかんないもんな。ゲゲゲの鬼太郎
鬼太郎とかってなんであんな下駄飛ばしたりして戦ってんのって言ったら、意味わかんないもんな、聞かれたら。まあ、あれもだから敵が、ぬらりひょんなんじゃないの？え？そうなの？ぬらりひょん、まあ、映画、そのテレビ版というか、その、普通放送だと。普通放送。確かぬらりひょんが悪なんじゃない？ああ。何がしたいかわかんないけどね。それ、うん、なんで終われってんの、お前。そうなってくるよな。別に未来から、あまりにも春日がつまんないから、セワガに派遣されたわけ、派遣されたわけじゃないもんな。孫のセワガ。で、筋肉マンだってあれなんで戦ってんだっけみたいになっちゃうもんな。悪魔超人とかが、あ、でもあれは地球が危ないのか。常に。まあ、常に悪魔超人だ、その、な、ね。なんかそうだな。理由あるな。そのフェニックスや。うん。なんかあるよ。だから、超人トーナメントもさ、なんかあの、トロフィーが、なんかどうちゃらこうちゃらみたいでしょ、なんか、あるよ。引き抜いたものが。で、地球が危ないな、とにかく。地球え、ドラゴン、そうだね。悟空ってなんで戦ってんだっけ、あれも地球が危ないんだっけ。悟空はだからそれぞれのステージで目的あるよ。最初の方はほら、レッドリボン軍とかさ。え、うん。地球が危ないからだろ。ピラフ大王とかさ。地球が危ないからだろ。それはだから、ピッコロぐらいからは。ピッコロはだから悪のね。うん。その、何、大王とかあれだから、うんうんうん、ピッコ大魔王だから。はいはい。そうよ。地球が危ないよ。うん、で、ベジータとかも地球が危ないじゃん。うん。うん。その、そうで、なんでお笑いやってんの？ナメックス。なんで？うん。いや、そう。でも毎週毎週、ラジオやってるけどさ。うん。あの、初見の人は分かんないよ。なんで喋ってんのか。分かるだろうよ。春日がラジオやってるで別にいいだろ。地球が危ないから？地球が危ない。で、その、うん、劇場版で、ドームは言って劇場版で、確かに。なんで、分かんない説明しないと、なんでドームでやんのかを。そう言われてみると、なんでドームでやるんだろうね。いいんだよ、その目的なんて、はっきり。あれしなくて。そう考えると。でもね、見てるときに、やっぱ、ど素人は分かんないから。まあ、そうか、そうだね。そう言われてみると。うん。で、なんか今説明されたら、なんか面白さ分かるよ。うん。面白かったし、ミュウツーの逆襲も。うん。うん。それはだから、ちゃんとこのストーリーがね。うん。裏設定じゃないけど。はいはいはい。あるんだ、物語が。ああ。え、ゲームとかやってんの？なのですか？ポケモンの。一個だけやったね。ああ、そんな感じだね。なんだっけな。うん。あの、青いやつ。あと、うん、人生でさ、うん、絶対見とかなきゃマジやばいでしょっていうやつさ、うん、ある。実は見てないませんみたいな。意外とお前見てないじゃん。アンパンマンとかも。ちゃんとはね、ちゃんとはね。うん、大体知ってるってことが大事じゃん、だって。そうだね。例えが出た時ぐらい。はい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 、はい。あの、サトシの被ってる帽子がちょくちょく出てくんだよ。うん、バラエティで生きてると。サトシじゃんみたいなので、めっちゃ受けてたりすんだよ。でようやく分かった、サトシの帽子は確かに面白いなと思って。まあ、そうだね。特徴的ではあるね。うん。うん。もう、それなんだっていうのはないんじゃない？あんのかな？北の国からは好きだっけ？北の国からはおそらく全部見てるね。全部見てんだ。全部見てる。俺見たことないんだよね。うん、あ、そう。うん、ああ、だからじゃあ北の国、まあたまにあるもんね、例えがね。うん、聖って何かねとかね。うん。うん、あれキャベツだっけ？キャベツだよね。あ、あとあれもそうや、子供が食べてる途中。ああ、うん、まだ食べてる途中でしたか、うん。あれは、そう、あれはレギュラー放送の中のやつなんだよな、シーンなんだよな。はい、はいはい。でもあの前後わかんないね。なんで、うん。うん。黒い竹がラーメン屋でなんか凹みながら飯食ってるのかっていうのは確かにな、あれなんだっけな。なんかあって、へこんでこうやってやってんのよ。はいはい、はい。順がずーっとこうやってなんか、下向いて帽子かぶって。あれ、ハリーポッター見たことないんじゃない？ない。ないよな。ない。じゃあ、あんな、なんか、USJ とかさ、うんうんうん、わかんないだろ。わかんない。行ったけど、ね、ロケで行ったけど。あの、乗ったなんとかライドみたいなやつ。なんかそれ、ハリーポッター。見たことないんすよって言わなかっただろ、お前。そんな言えるかよ、そんなもん。うん。あ、現地で言えないでしょ。めっちゃ面白いんだってな、ハリーポッターって。そう見てて、そりゃそうでしょ、だって。まあ、そんなに。遊園地ができんだもんな。そうだし、興行収入みたいな、すごいんだよ、だって。日本のあれ入ってんだよ。
ああ、ハリーポッター。ハリーポッター2作ぐらい。何位ぐらい？何位だったっけな、これで番組でやったけど。なんか、うん。2作ぐらい入ってんのよ、10位以内に。はいはいはい。それぐらい、そうだって。そうだ、ね、全然。ハリーポッター見た方がいいんだろうな。見た方がいいんだろうね。なんかやってたけどね、昨日ね。昨日？金曜ロードショーで。ハリーポッターなんだろう、一作何作目だろう。で、そのさ、一番最初のやつあるだろう、なんとかだろう、賢者の石みたいなやつだろう。賢者の石みたいな。あ、一回見に行ったことあったわ、そういえば。ハリーポッター映画館に。見に行ってんじゃん、お前。あ、今思い出した、急に。見に行ってんじゃん。見に行った何作目だろう、あれ。うん。何作目だ、あれ。三作、アズカバンの、みたいなさ、アズカバンの、囚人。あれ見に行ったわ、なんか。あ、そう。うん。なんかちょっとその時に、いやうん。それはもう、あんまりだから、大人になっちゃってるから、うん、刺さってはいなかったんだろうな、それ出てこないってこと。まあ、そうだね。うん。そうやな。いや、俺、この間さ、もうさ、やっぱさ、なんて言うんだろうな。なんか、冒険するじゃん。少年誌の漫画とかって。ええ。成長してくじゃん。成長してくよ。冒険成長みたいな。そうよ。で、それが楽しいから、うん、創作部のものとして見れば、楽しいわけ、うん、全部。で、俺、ハンターハンターも、うん、徐々に進めてるからね。うん、1時間で。いいですね、そう、うん。なんだけどさ、最近さ、同世代と喋っててさ、みんななんか、うん、ほんと、全員なんか中年の危機みたいな、もうほんと しみったれた話ばっかしてんのよ。どういうことよ。なんか、これあんまだからこれって、ほんと、エンタメになんねんだよ、中年の危機って。ああ、そう。うん。うん。だからみんな言ってること似てんの。行きたいとこもないし、もう食べたいもんってもないしな、結局、ココイチが一番うまいからな。まあ、高い割に行ったからってなあみたいな、うん。なんかあるこんな話ばっかどうせや。マジでみんな。はあ、で、なんか逆にその、そうそうそう。そういう、こう、燃えてるやつがいない。そのうんうんうん、あれ、うん、見たみたいなやつなるへそ。まあ、いないだろうね。うん、いないだろう。いないね。で、BS とかが合うようになるのか。自分の生活圏内の、みたいな、うんうん。あ、そうだね。澤部とかも個室ビデオのやつとかやればいいのにな、番組は。でも仕事にしたくないんだろうな。ちょっとおかしくなるっていつもね、この間聞いたら、個室ビデオ一週間禁止って言ってどうするんですか、うんうん、仕事で忙しくて行けないはいいですけど、うん、禁止って言われた瞬間やばいかもしれないそうだね。だからそれを番組にはしたくないみんな言ってる行きたいとこもなーみたいな話、うんうんうん、でそんなん喋んないでほしいじゃん誰彼もそうだね。で映画でね、うん、でもそのまあジャガモンの斎藤とかによく聞いてんの、うんうん、なんか、うんうん、とにかく中年の危機の映画しかもう共感できないんだとで若者が成長していくのはもういいんだと、はいはい、そんなのもう見てると疲れるから、うんうん、中年の危機の映画教えてくれ、うんうん、チャット GPT にも聞いたらさ、うんうん、あれ俺もさでもなこうあんま言えないな、うん、でロストイントランスレーションっていうさコッポラの娘さんが撮った映画知らない ?2000 年ぐらいの。いや、だいぶ話題だから、なんか日本の渋谷かなんか舞台なんじゃないかな。あ、そうですか。で、俺見に行って、記憶もない。若かったから、今から、だから24年ぐらい前だから、なんかすごい話題で、ああ、そうか、バイトしてたのかな、映画館で。ちょ、覚えてないけど。なるぞ。見に行ったん、一人で。うん、で、うんうん正直、いや、これ俺が子供だったからだよ。なんなんこの映画って思って、そしたらなんか中年の危機の名作としてめっちゃ出てくるの、ロストイン。なんか、海外のハリウッドスターが日本に CM 撮りに来て、もうなんか、めちゃくちゃなんか いろんなことが嫌になっちゃってるみたいな。そう、で、確かにそうで、いや、これずーっとなんかしょぼくれたおじさんが歩いてんなって思ってたのよ。はいはいはい。だからちょっと見てみようと思って今なんてそれしかいやそんぐらい若いやつにとって、うん、もうなんこれのつらって思うんだよねやる気のないおじさんの話なんてこんなに楽しいことがいっぱいあるのにそう何よこのねいや俺思ってたのその20代で21とかなんかその頃なんな
この映画って何も起きねえし、なんかずーっとしょぼくれたおじさんが誰かはなんか有名な俳優さんと、なんか仕事もなんか一つなんかやり過ごし、やりきっちゃってみたいな。なるへそ。感じな、だ、なんか、だ、記憶がうっすらあんだけど、うんうんうん、今が24年前の映画だから見る気もそんな起きないんだけど、里光と会ってそんな話ばっかやな、か。なんか、欲しいものあるとか。そんなのさ、笑い話にもなんないの。だからなんか、BS 男、BS 男とかやり始めちゃうの、だから。そうだね。おかしなことになっちゃうんだよ。何かがないと。やっぱり出し方が変になっちゃうね変な形で表に出ちゃう。なんかこのなんかまあドームやるか、うん、なんかラジオのことでなんかたまにこのラジオをなんかライターみたいな人が語るみたいので、うん、なんか載ってたりするネットニュースに、うん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 、でなんか、うん、なんていうのかな、なんか若林の斜めの夕暮れの、斜めの目線がとか言うけどさ、うん、もうそんなの3、4年喋ってねえよな、そんなの。そうだね。確かにね。うん。ね。あ、でも春日にその BS の魅力聞いたら、見てみようって思う、やっぱり。興味あるし。うん、そう、だから本当にもう、うん、たくさん番組あるから、うん、絶対若林さんのこのアンテナに引っかかる、うん、何かは絶対あると思うんだよね。そうやな、うん、もうほんといろんなじゃ歴史とかも何でも。でもまさか自分が、本当に奥さんに怒られないように、うん、テレビの音量を6から7にすることですら、もう冷や汗なこと、そんな人間になると思ってなかったからBS 見るときだから夜になるからどうしてんの、うん、音とか子供起きちゃうでしょ。いやいやいや、BS はね、うるさい音がやっぱ出ないからゾワーとかならない。もうずーっとその煽ってくるようなないないない、画面半分テロップみたいな、ないない、そんなんないよゆったりこの、うん、普通の声張る人一人もいないもんだって。うん、これ普通の音量で。BS の魅力喋りやがったのは、うん、だから最初に設定した音量だけでいけるから。うん、あでもそういった意味でもおすすめ。あ、やばいと思ってね、音量下げたりとか。お前もやってるじゃあ、7ぐらいで大丈夫かなと思いながら見てる。だから BS はその7に設定したらもうリモコン置いちゃって、もう背もたれ使って見れるからね。うん、おでかい音なんかなんないんだから。それ次のコーナー行くときわーってなったり。ならない、ならない、そんな。気づいたら CM 入ってました。強くなってくるんだろうな。そっと CM 入ってる。見てみよう。ちょ、興味あるわ、春日の説明。じゃあ、やっていきましょうか。はい。ニチレイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい。ニチレイ、井出光興産、日本触媒、種の滝、AK レーシング、長州産業、JA 全農、テンパール工業、昭和産業、ガチャガチャの森、オリエンタル公募工業、自動車リサイクル促進センター、渡辺パイプ、ヤクルト、夢新、大昭和志向産業、西松建設、ボンズフリー、住友金属鉱山、戸田建設、佐藤のご飯、転職サイトタイプ、テイジンファーマ、三井不動産、日本マクドナルド、西武鉄道、愛知セイコー、ふりかけるザクザクわかめ、オモバイ星野リゾート、ケースプレイ、石黒、エクスペディア。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。見たばっかだったら聞きたいんじゃないの、やっぱり。あ、聞きた、うん、あなたこそ跡取りなのにキサラ干されちゃってるからしょうがないですよね。バカだ、春日のクロックスも温めてくださいよ。なんで俺が春日のクロックス取らなきゃいけねえんだ、これ。2024年2月18日東京ドームでライブやりやす、オードリーのオールナイトニッポン、ゾーリークロックス新発売です。ルルツーツーけど、そっか、いよいよ3週間後に迫りました。2月18日開催、オードリーのオールナイトニッポン東京ドームに関連した話題をお届けしていきます。はい。全国の会場で行われるライブビューイングの一般発売が本日から始まりました。うん、ね、
これすごいですよ、この表みたいなの来てて、ね、これ嬉しいっすね。春日さんの地元、うん、新所沢レッツシネパー ク、ね、パーク、どこだ、うん、所沢これか、うん、どう埋まってなきゃおかしいよ。あ、結構結構満席に近い。あ、結構そうだね。うわ、予約込みで完売してる新所、これ関係あんのかな、新所沢春日がのその地元、それはあるでしょ、お膝元よ、だって春日のここはやっぱりね埋まってもらわないと。確かにやっぱお前よく春日部のことディスってるから、春日部は空きが結構あるもん。そんなことない。いや別に言ってない。いや春日部と所沢は別の県みたいなことなんか言ってたじゃん、うん、そこまでは言ってない。言ってない。春日部出身なんですか、間違えられるからね、春日という名前で、はいはいはい、じゃないんですよっていうぐらい言うけど、そんな別にな、ひどいことを言ってないです春日部のついて。そう、でも俺の地元ってなると、うん、もう日比谷とかだからね、俺はこの辺に育ってんだから俺。まあ日比谷が近いのか。日比谷完売で、これ俺の地元だからですこれ。いや日比谷はだって その日比谷っていうあれがあるじゃないですか、ブランド力とか。まあ確かに新所沢はないもんな。まあない、まあないとはないけど。それ嬉しいのが、帯広がさ、この映画館の前通ったのよ。一瞬映画見ようかなみたいな話になって、時間いっぱいあった。ああ、いつだね。帯広も結構かなり満席に近い。これ YouTube と関係あんのかな、関係ないのかな。いや、でもなんかあの街行ったからこそ、あそこに住んでる方々が来てくれるのみたいな、うんうん、なんかこうそれぞれほらあるじゃん。青森とかもさ、はいはい、やったりしたからさ、うんうん、青森ちょっと余裕があるね、うん、岩手とかこのあそこの俺が中学の時ラグビー部の合宿行ったからかな。岩手めっちゃ混んでる。何年前の話。でラジオで喋るからね、何でやっぱ俺のねインスタのね各県の人数とかも出るんだけど、うんうん、大阪がすっごい人気なんや、やっぱ大阪が、うん、これ結構岸和田のところがね 28% っていうのがその 100% のとこもあるんだよ、いっぱい、はい、その中に、ね、岸和田人気がないね、オードリーは、大阪でオードリーが好きってさ、なんかどんな感じなんだろう、大阪だからこそ嬉しいけどね、来てくれてるこの、まあそうだね、今んとこ予約してる51人の方って言っちゃいけないのかな、岸和田の51人の方めっちゃ好きじゃない。いやそうだね、大阪でやっぱね、大阪の感じないもんね我々ね、やっぱ東京、いや春日はまだあれだけど、大阪の人って俺のこと嫌いだろうね。嫌いって、まあまあ今のはノータッチで行きますけど、なんかもうありえないの、大阪で生きてたら。そうか、がっつりとなんかこうツッコミやみたいな文化が、なんでやねんと、あ100でこう受けろよみたいなことなの、ずいぶんなんかそのあのツッコミはないわって言われてるっていう噂聞いてたわ、2009年ぐらいは。でも俺ね、沖縄がね、なんか武道館の時になんか沖縄が最後まで空いてたみたいな話なんですよ。沖縄だけが完売しなかったのかな、うん、ああそうですか、あの武道館の時、うん、東京でもすでにもうまだ入金の中でこれね今のはあるかもしれないんですけど、うん、両方沖縄人気 100% なんだって今。へえ、これやっぱ奥さんが沖縄って関係あんのかな。いや有名だからな奥さんが、うん、その俺の奥さん沖縄出身で、いやそんなに知られてはいないと思う。ラジオではお前なんかさ半身でこのコーナーやんなよお前。いやいや全身でやれよお前、でやってるけど何で俺が理由言ってもいや対案も出してこねえし他の理由も出してこねえ、全部いやみたいな、いや古いよ、お前のやり方古い。すべ、うん、て嘲笑霊笑でなんか上に立ってきなって進めるの。お前はね、2010年代の芸人だ。古いなぁ。ちょうど今古いぐらい嫌な。うん。何を船崎急いで、なんか、チケット発売中です。え、何のチケット？あ、ライブビューイングのチケット。あの、ラバーバンド。あと、うん、これライブビューイングは、これグッズ着てく感じなのかな、着ていかない感じなのかなみたいな方が言ってんで、うん、まあグッズ買ってくださいとまでは言いませんけども、うん、もし買ってたら着てきましょう、せっかくお祭りだから、ね、
この地域の人リトルトゥースね、こういう人なんだみたいな、うん、でまだ聞き合ってもいいですよ、推しは誰ですか、タオルがありますからそうだね、うん、だからそれでこのなんか目印というか、はいはいはい、なんかね、なかなかこの知らない人の声かけづらかったら、うん、ちゃんとタオルも買っていって、そうそうそう、したらほら同じね、うん、タオルの岡田っていうさ、同じタオルの人が、岡田さん買ったんですか、あなたも。でライブビューイングで岡田タオルは相当な人だと思うよ。したらめちゃくちゃ多分その二人は仲良くなるじゃん。うん、あれがほら、一応サインというかね、わかりやすいさ。それでなんか最近喋ってるのが、俺が明日の足りない二人見に行った時、もうちょっと笑いたいけど、うん、我慢してるみたいな人がいたような感じの空気だった、うん、はいはいはい、それかなんか俺と山ちゃんの実力不足か分かんないんだけども、うん、で俺は思うのは、うん、その一人で見た人は配信があるわけだよ、なるほど、ライブビューイング来てくれるってことはみんなで盛り上がった方がいいね、そら一緒に見たいと、ね、死後はダメよ、そらお笑いライブだって客席で死後はダメだから、うん、 あ、うん、あと解説もダメね今の歌詞が、はいはいはい、あのパターン気づいてなかったなとか、その口に出しちゃダメだけど、笑うときは思いっきり笑ってほしいじゃん。まあそうだね。そういう空気なんですよっていうのをなんか、一人ずつ、前も言って指名して各映画館で、お前がリーダーって。はいはいはい。あなたリーダーよっていうことで。それはどうも無理だから。まあそうだね。うん。うん。うん。でもまあそれぐらいなんか、一体感をね。盛り上がってほしいよね。我慢しないでほしい。持ってね。うん。うん。まあ我慢しないでも、そうでもなかったら、それ俺たちの責任だから。それはありえないと思うから。うん。まあまあまあ大丈夫。ただただ普通に面白いだけだから、人気の秘密は。うん。うん、そうだね。だから面白いのはしょうがないとして。うん、我慢なんてできるはずがないわけ。そう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 。うん、これ、だから、盛り上がってほしいよね、ライブビューイングね。いやラバーバンドもね、つけて我々もやりますし、うん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 、よろしくお願いします。これまたこのライブビューイングの CM 中見てたけど、うん、名古屋ちょっとありえないね。そう、名古屋が低いんだよ。オドぜひで俺たちの第二のね、そうだよ、盛り上げてんのにさ、オドぜひで名古屋ちょっと少ないっすね。結構いろんな なんとか名古屋いっぱいね、名古屋ってついてる映画があるけど、里光のお膝元、町田のグランベリーパークも少ないわ。ほんとだな何やってんだよ、里光の人気がないからな、うん、これな。ゼルビアだっけ、ゼルビアのイベントやってる場合じゃねえだろうよ、里光。ほんとだよな、昇格しましたじゃないんだよだってね、やっぱ愛媛の今治がね一番少ない。愛媛あ、本当だ、今治が一番少ないみたい、全国で。これなんかさっき今、外で D ちゃんが言ってたけど、うん、少ないですよね、とか言ってて。今治、うん、いや、俺、一回、なんかの番組で、今治読み間違いしたからかな。イマジみたいに読んじゃった時があったんだよ。今治の人がもう、怒っちゃって愛媛人気ないなないっつって、おかしいなっつって D ちゃんが言ってたよ。社長の地元なんすけどね、関係ない。俺たちも初めて聞いたわそれ。いや、私もおかしいな、社長の後ろね関係ないだろ言ってないしね、このラジオなんだってよ、なんか。でも逆に、だからこの今治の人数言っていいか分かんないけど、21人がめっちゃ嬉しくない？そうだね、ね、来てくれる。今治で募集応募したっていう人メールくれないかな。そうね。なんでね。今治の人これのそのまま飲み行った方がいいよ。今治の居酒屋これ終わった後21人で。ね、うん、いやー写真見たいな、今治の客何席あって21人。なんかでもグッとくるね、こうやって一人が行ってくれて、この人数が見えるじゃん。うん。なんか。いや、そうね。え、これ何なんだろう。え、何ですか。え、立川立飛の300ぐらいの、うん、劇場いいんだけど、うん、10の会場があるんだけど、これ何だろう。あ、合わせてみたいな。席の種類、あ、これ種類違いか。あ、そうか、それだったらあれ。ニコ玉とか、500席あるけど、満席近いとか、こうめっちゃ盛り上がるんじゃない、これだったらなんか盛り上がってほしいな、なんか。お前、前説行ってこいよ。どうなってんだよ、それ、その東京ドームの状態は、そしたら。今向かってますよ、みたいな、ワンボックスから中継してさ。
どうも、ね、ああそうつないで、でも一箇所じゃいけるとしたらな。うん、面白いなこれ見てるとな、みんなこうやって来てくれてるってのが分かるから、いやだからその各地のその映画館の状況みたいな、あとからでもね、どうなってたのかっていうさ、本当だよな、パブリックビューイングみたいなことでしょ、だからね、本当だよな、いわゆるね、そのスポーツのさ、うん、それのだから盛り上がりってどんな感じなのか見たいな。愛媛のこの人気ってなんでなんだろうな。だって香川県はやっぱ香川県人気よ、これ南原さん、南原さん、南原さんとあの松本さんね、松本明子さん、俺と南原さんが、うん、あの親友だから。まあまあ親友、香川県混んでるもんな。そうだね。あ、うん、あ、山口も少ないな。これ、聖堂さんの地元なのに。聖堂さん、この二つの映画館、どっちが聖堂さんの地元近いんすか、これ。どっちも遠いんだ。どっちも遠いんだ。関係ねえだろってことないだろ、お前。その、山口県の有名人って言ったら聖堂さんなんだから。いや、もっといるだろ。うん、確かにね、これ少ない、ね。岸和田少ないね、だから。岸和田の人気がない。あ、岸和田の人じゃんこのメール。オードリーのお二人こんばんは、岸和田のリトルトゥースです。うーん、岸和田の映画館にライブビューイング見に行きます。まさかそんなに応募者が少ないとは思いませんでした。そうか、わかんないのか。東京ドームのチケットがあんなに人気なのに周りにリトルトゥースがいない理由がわかった気がします。僕は岸和田から応援してます。東京ドーム頑張ってください。うん、でこれやっぱなんか俺大阪ってさ、テレビさ、めっちゃ大阪の面白い芸人さんが出てるじゃん。うんうん、で、あと何の番組がこうやっててとかもいろいろばらつきあると思うんだけど、うん、どういう感じなんだろうな、大阪でオードリーのこと好きって言うってな。まあ、そうだね。俺、やっぱ阪神ファンって言うと、うん、特に関西の人に、え、なんでって言われるの。なるほど。その感覚結構、でもクラスで確かにもう一人か二人ぐらいだったけど、うんうんうん、そういう感じだってすんのかな、オードリー。わざわざそこ好きになんなくて。どこファンって感じ？東京で。東京で？あ、大阪でどこファンって感じ？野球。野球で言うとどこなんだろうね。千葉ロッテマリーズとか、まあ、西武ライオンズとか。いや、なんでって聞かれそうだもんね。阪神オリックス。あるのに、地元にね、近いところにあるのに。っていうのはやっぱそうなんじゃない？だからね、岸和田大阪で、オードリー、が好きって、うんうん、なんでわざわざそこっていうことなんじゃない。 そうだな、ありえないだろうな。お春日は大丈夫だと思うけど、若林なんてありえないと思うよ。俺まあそうだね、大阪にはいないタイプのね。いやー、それは明らかにそうだよな。俺はやっぱ言われるもんな。あの飲み会行くだけでびっくりしてるもんな、小籔さんのに呼んでもらって食事、うんうんうん、とか、若林さんこういう回来るんすねみたいな、あ、大阪の若い芸人さんによる。なるへそ、それあるだろうね、イメージあるもんな、うん、いやそうね、まあまあ、うん、でこのね、今見てんすよ私、あのこのそのライブビューイングの数字、はいはい、表、うん、めちゃくちゃ文字ちっちゃくて、ああ、まあ確かにちっちゃいね。でそのなんか富山さんが持ってきたんだけど、うん、その俺の老眼へのなんか当てつけかなって思うぐらいのことなんですけど、うん、この間の老眼鏡を作ったんですけどね。でこれがあのシームレスなつなぎ方ね、今俺がやったのは。なるへそ、うん、うん、ね、この間春日が挑戦した、めっちゃ面白かったけど、ラジコで聞いてたら難しいあれは、うん、うん、高等技術だね。別にやんなくてもいいんだけど、そんなの。いや、老眼鏡買ったんだねみたいなことを YouTube 見てくれた人が言ってくれてもらって、うん、で老眼なさそうに見える人になんか老眼ないんすねとかって聞いてたら、うんうん、あ、俺ね遠近両用のコンタクトしてんのよって。あー、なんかそういうのあるよ、聞いたことあるね。すごいよな、それってどういう仕組みなんだろう。いや俺もびっくりして、うん、で、うん、そのなんか
近いとこ見る範囲と遠く見る範囲みたいな違うみたいなコンタクトのその、コンタクトじゃない目のね、みたいなとこで微妙にどう分けてるらしいのよ。へぇ。で、俺その、老眼鏡を買う前に遠近両用のコンタクトがあるなら、あ、それ買ってたのになって思った。あると思わなくて。はい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 。遠近両用のコンタクトが。うん、コンタクトで、なんか、それつければいいじゃんとか言われて、あ、そうだな、と思って、メガネケース持って歩いてて、まあ、ドームの資料が、まあ、こう何メートルとか、そういうのを見るとちっちゃいじゃん、はい、広いから、ドームが。そうそう。で、ここがここ通れるんですかとか、なんかやんでめっちゃ老眼鏡使いながらやってて、まあ、そんな状況で、じゃあもうちょっと、目疲れるし、なんか大変だから老眼鏡外したりつけたり、遠近両用ちょっと買いこうと思って、資料多くなってきたし、迫ってきて、で、この間行ったのよ、遠近両用の。でさ、行く前にさ、その遠近両用のコンタクトって、とは何ぞやとはさ、このメーカーが良さそうだなってまず前の日ネットで調べんじゃん。でさ、そのさ、まあ、ああいうのなコンタクト売ってる、まあ、メガネ屋さんか、で行ってさ、だいたい眼科がさ、なんか併設されてるみたいなとこだったりして、はいはい、でまずメガネ屋さん行った時に、あれなん言ったらいいのかな、なんか遠近両用のコンタクトについて説明させてもらいますって。で、なんかで見てきましたときに、俺はなんかその説明別にいいよと思って、まあ、ちょっと見てきまして、ここ来ました、みたいな言い方をして、はい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 、あ、ありがとうございます、みたいな。うん、まあ説明することになってんだろうな。まあ、なるほどね。そうそうそう。うん、まあ、そうだわな、そら。決まりでね。そうそう。うん、その上になんか、冊子みたいのを渡せるの、その遠近両用コンタクトの使い方みたいなんで、空き時間読んどいてください。なるほど。まあまあ、それは、まあ、説明読んだ方がいいわな、あとあと困るから。まあ、ちゃんと理由はね、仕組み分かった方がね。で、またその、メーカーがなんか、3つぐらいあって、で、どのメーカーにしますかって聞かれても、自分がもともと使ってる金眼近視用のコンタクトの同じとこがいいなと思ったんだけど、なんかそこがなんか在庫切れです、みたいな。なんか、ああ、そうか。本当かとか思いながら。おいで、まあなんかちょっと本当かって思うのは、理由はあるんだけど、まあそれ言わないけど、それで、その、あれなん、どうなってんだろうな、この細分化された世の中、もう一個でいいわと思うね、もうね。一個でいい。うん。メーカーが。あ、メーカーがね。うん。うん。で、まあね、メーカー、最終的に同じメーカーで同じ値段で違う種類があって、どう違うんすかって聞いたら、違いもないんじゃないんですよねって言われて。どうやって選んでいくか、なんかそういうことってない、ね、なんか最近。細分化されすぎて、もういろいろな選択がさ、情報もパッパパッパ処理できるようにならなきゃいけないんだけど。で、まあこれ、じゃあまあこれでいいっすわ、みたいな。はいはいはい。で、その後眼科で、遠近の度を測ると。まあいうことになったわけ。はいはい。で、まあ、コンタクトの眼科もたまにしか行かないから、まあ改めて見ますってことでもあって。で、まず近視の度合いから見るのは眼科で待って、はいはい、でまあ見るんですね、でひらがなの手とか平とか等、はいはいはい、とか、で言ってまあこうですね、つったらまあ普通に近眼の方は変わりなかったわけ、動画、でこっから、まあ老眼の度合いを見ていくとほういうことになりまして。ね、まず、一番、その、弱い度、老眼の1、2、1.5、2、2.5って、0.5 刻みらしいんですよね。で、まあ、そんなに老眼でもないと思うという私の申告があったので、はいはい、一番低い度の、一番弱い度の1から、老眼の方はやりますと。はいはいはい。で、そのテスト用の遠近両用のコンタクトレンズが持ってきてくれるわな。うん、で、まあ、また手洗い、自分のコンタクトを取り、ほう、その遠近両用のコンタクトを入れ、て、
で近くを見てみる、うん、と、うん、なんか二重にはなってるなぁと思って、なんかすごくなんかこれって老眼この近遠近の円の方になるのか、なんか、うん、遠近の近の方になるのか、だから老眼がこう補正されてるかどうか、治ってるというか、なんかでも見にくいんすよね。じゃあ弱いのかね、まだ、うん、そうで、じゃあちょっと弱いんすかねってなって、でその、うんうんうん、また入れるたびにその自分で手元のなんか、うん、細かい字のなんか持ってきてくれるからそれも見るんだけど、うん、その前にまた測るわけだ、覗き込んで、うん、あの手とか手とか方とか、はい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 、で次 1.5 の持ってきてちょっと入れて、また手洗い、うん、コンタクト取り、うん、また入れ、うん、その時点ぐらいでなんかもう逃げ出そうかなって思ったんだよねまあちょっと面倒だね、なんかもうこの差し迫ってるし、うん、頭もパンパンの中なんかすげえ説明されて、はいはい、うん、いろいろ種類あるし、なんかなんてわかるでしょ、なんかこの情報化社会とはいえスマホを探すんでもさそうだし、まあ、パパッと決めてね、うん、うん、パッと買って帰りたいよね、全部の種類が本当に細かくなったな、うん、あんな焼き鳥って種類あったかね、うん、V 幸せなことだけどな、まあ、選ぶ喜びって選ぶ楽しさがねあるからね、うん、でいろんな説明もされてるの、実はその前段階で、その遠近のなんだ、うん、この範囲が近眼の動画入っててみたいな、そんな説明もされるし、うんうんうん、説明義務があるんでしょうね、まあ、ありがたい話、そうなんじゃない、それ、ね、もう半分話聞いてないもうで 1.5 を入れて、うん、また手2平方とか見て、うんうんうん、でその時点で自分の近視の方も測って、うん、老眼の1もやって次 1.5 だから、うん、その覗き込んで見るのひらがなが、うん、手2平方と都の6パターンだなってことがもう分かっちゃってんのよ。なるほど。そんなに覗き込んだことないから、近眼だけの時は。はいはいはい、うん、で、6パターンだなってなると、うん、その、見えてきちゃうのよ。なるほど。そうやってかかってみてるからね。手に平方と都のどれかだなって思っちゃうと、うん、まあ、都は都だよなーって、これ見えてんのかなってことも分かんなくなってくる。なるほど。うん、理解出馬してるけど目から入ってきてるか分かんないもんね脳でもう先回りしてるなんかでもなんか二重になってる気もするんだけど、難しいね、あ難しい、よく分かんねえな、見えてるか分かんない、うん、でも見えてるかよく分かんなくなってきましたって、うん、春日がその眼科の人だって言うけど、そりゃ言うだろうよもうよく分からんわとか、うん、そりゃ言うね、こう赤と緑どっちが見えたらいいの逆にとか赤と緑のあのあるね。どっちかが見えてたらダメなんだろうなっていうのがずっとわかんない。気球のやつとか。気球のやつとか。どうの見え方が正解なのかわかんない。正解の感じで見えてんのかどうかとかね。で、まあ。わかんない。まだその赤緑はいいのよ。うん、赤と緑。でも、うん、手にへほとつは、あれないのかね、パターン。他に、だから予想できないやつがね。もうへはへだもんね。へだね。絶対見えてないんだろうな、と思いながら、もうへですかね、とか言って。へとには間違いないしな、絶対。いや、うん、1.5 も1も変わらんな、みたいな。でも2ってことはないと思うんすよ、みたいになって。うん、1と 1.5 だったらどっちですかとか言われて。うん、1.5 は見えてるはずですよね、1が見えづらいんですからね、みたいな。うんうん、そうね、そうですね、うん、メーカーが違うと見え方違うって方もいるんですよ、なるへそ、違うメーカーの 1.5 の方、なるへそ、持ってきましょうか、同じ 1.5 でも違うのメーカーによって、うん、まあじゃあはい、もうその時点で逃げようかなと思って頭パンパンで、逃げなくてもいいじゃん別に、もういいっすわって大人、まあ大人だ、大人だ、もうだいぶ大人だよな俺、うん、大人どこ、おじさんじゃん、おじさんだからね、もうみんなこうやってよく耐えられんなと思って、いろいろ説明されて、このメーカーは、カーブが、みたいな、もうそんなんいいわと思いながら。そう、見えるか見えないかでいいからね。違うメーカーの一回外して1点を入れ、また覗き込んだら、まあ、いやもう、とはとですわと思って、もう、手に平方とつ。わからんね。
しょうがないんだろうな、うん、考えて考えて手に平方突になってんだろうな。まあそうは理由はちゃんとあるだろうねな。うん、でまあでも 1.5、 まあじゃあこれでまあもう疲れてきちゃって、うん、に1時間半ぐらい経ってんだよ。はあ、疲れたなと思って。でも、うんうん、まあでもこれ買ってつけながら、うん、具合いいかどうかでももうしょうがないと思っちゃってる感じ。もう、ね、集中力切れちゃって、はい、とりあえずもう買って帰って、そう、一回甘いもん取りたかったぐらい、うん、多分もう洗濯洗濯でさ、もうでこれで、うん、みたいな、うん、まあそうですねみたいな、じゃあそうしましょうみたいになったの、うんうんうん、したらさ、なんかさ、あれってさ、うん、最後にさ、うん、本丸の眼科医が出てくるじゃん。一回なんか度とか測る人は若手で。はいはいはい。ああ、はいはいはい。最後にガチの眼科医が。最後にちゃんと見ましょうみたいなね。真っ暗な部屋になんか。ああ、そうだったな。鎮座してない？なんかメガネ屋さんに併設されてる。確かに。そうだ。暗いんだよ、部屋。怖いんだよ、なんか。こっちを光らしてくるし、目を見るから。はい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 。で、真っ暗な部屋入って、うん、若林さん。あの、70歳ぐらいの女性。うん、おばあちゃん。お医者さん。うん。うん、ねえ、あなたはって言われて、あの、遠近両用のコンタクトレンズ。うん、ああ、つって。その見え方見たの今。はい、つって。なんか結構ね、なんか、なんだろう。うん。なんだろう。絡み荒めっていうか。うん。うん、なんか、ね、距離感の近い、うんうんうん、ベテラン、超ベテラン眼科医さんみたいな、おばあちゃん。で、どうつけてどうって、うん、こんな感じなの。うん、まあ、さっき 1.5 のやつで、みたいな、って言ったら、うん、みたいな。何その顔って言われた。え？え？何？急に？うん、急に。何が？え？どういうこと？え？って思って。うん、そう、びっくりするね。うん、何を言ってんだろうね。何その顔、ほう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 、はいってなるじゃん、うん、なる、納得してないじゃんって言われた。あ、そういうこと、うん、ああ、うん、なんかはまあ、なんか見えてんのか見えてんのか分かんなくなってきちゃってってようやく言えたの、うん、なるへそ。あんたはね、うん、コンタクトのね、30枚だっけとか言って若手に聞いて、うん、入ってんのよ、納得して買わなきゃダメじゃないって言われて怒られてんだね、うん、で俺たまにお医者さんに怒られることあんだよね。しょぼくれてるからかな。なんかあれね、不服なんかあるいや。聞いたことある。もう昔から聞いたことある。なんか耳鼻科行ってなんかね、おじいちゃんの先生に怒られたとかさ。俺、耳鼻科行ってさ。あったよね。あれ、俺、マジで。大きく出される。いや、もうあんま思い出したくなかったんだけど、昔の里水地の近くの耳鼻咽喉科で喉、でもさ、もうさ、20代で仕事も金もない時に喉痛くするほど意味ないことないじゃん。そうだね。で、めっちゃ喉痛いから行って、うん、でもめっちゃおじいちゃん先生で、うん、喉の奥になんか棒とかガンガン突っ込んでくんじゃん、ジビンが、うん。それで、とか言ってたら、なんか、看護師さんとかに笑われて、うん、なんか、そのおじいちゃんのお医者さんも、うん、なんだ男の子が、みたいな感じで来るから、リアクション取ったの、俺が。なんかそういう感じだから。うんうん、なんか、とか言って、なんか、うん、そしたら、受けるから、看護師さんが、はいはいはい。で、最後になんか薬を、なんか綿で、うん、おじいちゃんの先生とかってさ、うん、なんか、古いの使ってるって言ったら、いや、まあ、当時よ、俺が20代、はいはい、なんか突っ込んでくんだよね、綿みたいな、まあ、薬塗った。ちょっとね、荒い感じだよね。で、ドーンって喉の奥行って、うぅ、ん、やとか言って、はいはい、って言って、うん、言ったら、うん、なんだそれって言われたら、うん、また受けるからと思ったら、いや、まずくてとか言ったら、うん、だったら来るんじゃない！来るして俺。と思って。受けるから、なんておじいちゃん先生も笑ってたし、ここまで。ああ、受けてたね、先生にもね。君直したいから来たんだろ！それはまずいってなんだ！って。ライン超えちゃったんだろうね、それで。そこまでは笑いしたけど。めっちゃおじいちゃんで、うっそーと思って、なんか、もうね、なんか、自信もないから、人間として。はいはい、今だったら、うん、あーってなるけど、すいません、みたいな。まずくはなくて。
調子乗っちゃってみたいな。なまずいなんて医者に言うんだったね。来なきゃいい。薬局で買って直せばいいよ自分で。すみません。でその後さ鼻になんか突っ込んで蒸気みたいな15分ぐらい。あるね。吸引あるね。そっか解放されたと思ってなんか鼻に突っ込んで15分とかやってたの、うん、蒸気。うん。したらさ、うん、もう解放されたと思ったらさおじいちゃんまたさ腕組みながら俺の後ろ来て、うん、俺鼻突っ込んで蒸気やってる後ろでた。うんうん君みたいな患者は初めてです。歩きながら、俺が鼻突っ込んでる後ろをうろちょろしながら、怒られてるじゃない君みたいな患者初めてだよ、うん。私も治療してきて。さあ、けなもう一回怒られた。もう行こうかなと思って、もうどうなってもいいから、もう26とかで、やったわ、こいつって思うぐらい。でもなんか自信がないから。全てにおいて、まあ、結果もまずね出してないしねこいつってもあれはもう思い出したくないぐらいなのよ俺それでそれを本当に春日が言ってくれたみたいに、うん、春日も覚えててくれててこの話を多分小声トークとかで、うん、むつみそうでしたよ春日この話は俺のそういう目にあったの好きだから、ね、意外に若林さんで、ね、急に大きい声出されてね怒られたやつ、ね、いやそうだ俺もそうマイケンさんにな、うん、帰れって打ち上げ中言われたりとかで俺そういうことすごく多くてラグビー部でもなんか、うん、あの普通にランパスってパス繋いで走るやつったら、うん、はやり終わってはっはっとか言ったら、うん、お前帰れ合宿中に春合宿中にお前家帰れ荷物まとめてって言われて舐めてる舐めてるっつって顔が一生懸命やってんだけどね。で、まあまあ、でも俺のその、テレビ見てもゾッとするときあるもん。考えてんの、うん、これ何なんだろうとか思っちゃってるって、うん、じっくり聞けば聞くほど、うんうんうん、そんな顔でテレビ映っちゃって、だからあんま見るの好きじゃないっていうか、うん、自分の。ああ、自分でね。そうそう、なんか、うん、なるほどとか思ってるのが、うんうん、なんか、なるほどって思ってない顔に見えるっていうか、うんね、ジャッジしてるみたいな顔しちゃってんな、みたいな。嫌なとこなんだ俺の、うん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 、多分そんな顔してたんだよそのおばあちゃんおばあちゃん世代が気に食わない顔してんだよなだからああそうか、ね、モニタリングの地方ロケ行っても人気ないもん俺ななんだそのだから岸和田の人気もそこに繋がるなんだお前の面っていうでも俺も分かってんの自分の人生だからはい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 あ、うん、納得してんのダメよ、そんな顔。なんその顔。はい。思い出して、マジで。その、ジビン効果20代。はいはい、やばっと思って、うん。これちゃんとしなきゃと思って。で、納得しなきゃ。じゃあ、あんた、うん、その、あの、おばあちゃん先生が、うん、2.5 つけなさいと、一回。え、結構上げるね、それ。したら、強みはね。老眼の度が強すぎて見えないっていうのがどういうことがわかるから。ああ、なるへそ。納得して買いなさいよ、せっかく来たんでしょって言われて。うん、うん。ああ、いい先生だ。で、2.5 つけたら、うん、めっちゃ二重なって、あ、この二重のなり方が、度が、つけすぎてるんだったら、あの、でも正直、そのお医者さんが俺側についてくれた気がして、うん、手に平方突のやつ、ああ、もういいです。自分の本で見させてください、つって。おで、あ、じゃ先生が、うん、あの、なんか、俺カードみたいのを見せられて、うん、二重、あの、二重になってますかって言われてたら、うんうんうん、あなたね、自分で今読んでる本ないのって言われて。お本でも何でもないの、携帯でもとか。ああ、いいじゃん。本あります。自分の本見て、うん。さあ、あなた分かるでしょ。自分で読んでる本なんだから。そうやって、ね。本出して、うん。めっちゃ、あ、20、あ、強すぎるとこうなった。1でも強すぎんのかなみたいな。で、じゃあ1つけなさい。って言って、うん、1つけたら。うん、あ、ちょ、1でもちょっと強すぎんのかもしれない。なるへそ。あなたね、うん、老眼じゃって言われて。あれ、うん、ほう。で、そういう人いるんだって、メガネの1は、コンタクトの位置より弱めに感じる人とかいんのよとか、だからコンタクトの演技つけるほどの老眼じゃないのよ。なるへそ。だからあなたね今日ね、うん、コンタクト買わないでいい。散々やったのに。ここまでで。1時間半2時間ぐらいかけて。うわそれは分かんないもんなんだりやってる時は。分かんない。最後の最後の先生の。なんか分かんないの度が強すぎて見えないっていうのが。そうかもう自分の感覚だから。見えてるっちゃ見えてるし、みたいな感じになっちゃって。あ納得ね、これでね。あんた今日買わなくていい。うんうん、で2時間ちょい経ってる、ね。いや、この2時間はマジでこの時期と思ったけど、うん、まあいい先生だよね。そうだね、うんで。教えてくれていいじゃない。また言われて。うんうん、なんで来たんだろうと思ったでしょ。うん、おーおー、うん、まさにそうじゃない言われて、うん、来た意味あったよって言われて、ほう買ってかれんだよ、ね、で、え、うん、来た意味あったんすかって、うん、え、なんすかって言ったら、うんうんうん、あなたね
ものすごいドライアイって言われたわー、新情報確かに行ってよかったね。目薬6本持ってきなさい。わー、行かなきゃ分かんなかったわあの東京ドームまでね、はいはい、もういよいよもう3週間後に迫ったという、そうね、ねえ、ことで、まあ、いろいろとこの盛り上げていただいてるじゃないですか。そうだね。マクドナルドでね。あれはすごいことよ。夜ね。夜マクドナルドつってね。行った？あ、行ったのよ。おー。そう、行くタイミングがあって、これは行こうと思って。で、行ったらさ、私、勘違いしてるから、ずっと流れてるわけじゃないんだね。そうね。うん、ね、3時間ぐらいいたんだけどさ。いたねー。結局、なんか何回も聞きたいと思って。そんないたの？うん。で、なんか、なんとなく測ったら、なんか、そこのマクドナルドは、なんかこの00分の、だ1時間に1回。はいはいはい。00分の時になんか流れてた気がするんだよね。なるほど。だから20時とか、うんうん、次の21時とか。1時間に1回、うんうん、うん、でまあまあそれ聞いてね、やっぱ面白いなと思ってね、面白かった、うん、やっぱそれはこのね15年もラジオ、うん、それは続けられる、うん、ことはあるわ、すごいことだよなとか思って、ね、でまたほら内容が変わるなんて言うじゃない、昨日、うん、昨日今、そうなんだよ、なんかいっぱいあるんだよね、 いつは昨日ぐらいから変わったんだっけ、うん、昨日か、ね、話す内容が昨日からでね、そう、変わった。またね、行かなきゃいけないなと思ってるんですけども。うん、で、ほら、脱出ゲームもね、やってくれてるじゃない。やってくれてる。あれが18日からか。ありがたいよ。ねえ。で、その脱出ゲームに私行ってきたのよ。お、行ってきたの？行った。え？うん。誰と？いや、まあ、クミさんとね、うちの子と。で、まあ、3人で行こうと思ったんだけど、うちのその、めいっ子とかもね、脱出ゲームをやったことないな、つって。そもそも。いや、ヒロシ下手すぎるわ。うんだよ。全然若林が上手くならないんだ。頼むよ。うん。なんだよ。何を聞いてきたんだよ、あそこのパソコンの前で。これ十何年も。いつ上手くなるんだよ。フルで全部話し終わって実はヒロシだったみたいな日は来るのか。エンディングで。明かされてみたいな。いやいや、それでね、うん、ダスゲーム行ったんですよ、うん、だから6人か、うんうんうん、めいっ子2人とうちの妹と、うん、うちのね春日家、その私と久美さんと子で、うん、でめいっ子もダスゲームやったことないというか、うん、ダスゲーム自体ちょっとやってみたいなんつって、うん、思ってたらしくて、ずっと、うん、で行ったのよ、はいはい、したらさ、ほんとね、行きしなに、うん、久美さんにね、うん、本当は脱出ゲーム、うん、いてくれる、まあ、来てくれてるね、お客さん、うんうん、参加してるお客さんにね、うん、もし声かけられたら、うん、春日がね、うん、ちゃんとこの、対応するんだよと、うんうんうん、ね、わざわざ来てくれてんだから、うんうん、で、ラジオでほら、若林さんにね、うん、ねぶたのね、ところにいた、女の子にこう声かけられなかったんつって、うんうん、行きなさいよとか、お前言ってただろみたいな、こと言われてさ、はい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 、どうせ行かないんだから、本当だったらね、なんつって。綾小路きみまろの奥さんみたいな感じ目指してるらしいからな。久美さん。そんなことはね。目指してはいないね。目指普通の。あ、そう。なんだったらあんまりね、露出はその、うん、ね、うん、うん、極力避けていきたいと。うん。うん、ね、はい、で、そういうタイプだね。うん、で、言われて、まあ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 とか言いながらさ、向かってったら、したらさ、行ってみたらさ、どれぐらい人いるんだろうと思って。うん、ほら、予約取るんだよね。何時何時みたいな。うん、で、その前の人から見た時には、それがそんなにまだ、ここの時間もう埋まってますみたいなのがあんまなかったのよ。うん、だからまあ、それほどでもないんだろうなと思って行ったらさ、うん、もうすごい人ね、うん。びっくりしちゃった、雨降ってたけど。脱出ゲーム。そう。うん、1階のところ、東京ドームシティのさ、1階のところに受付あんだけどね、うん、もうその周りにさ、うん、だからもうやってる途中なのか、まあ、やり終わ、まあ、なんか、どの辺まで進んでるか分かんないけど、うん、なんか、いろんなグループがさ、うん、雨降ったら、屋根の下でさ、うん、こうね、輪になって、こう、解いてるわけよ。うんうん、本当にこの、リストバンドをつけたりとかさ。リストバンドを頭につけるゲストやけど、お前ちょっと、今年ひどいな。ヘアバンドだ。いよいよだな。
今ね。リストバン、頭につけるジェスチャーしながら。しながらリストバンドですって言っちゃったけど。ギチギチだよ、みんな。変なやつばっかりリストバンドこうやって頭につけて。ヘアバンドね。いいね、ラジオだから、別に俺はさ。間違ったジェスチャーして。いや、普通に心配になったら。目の前で見てて。申し訳ない。ヘアバンドね、こうラスタの下子とかね、うん、男の子とかさ、うん、もうちょん T シャツとかさ、うん、着てみんなこうやってんのよ。うん、で、まず受付がさ、うん、もうなんかそう、デカデカと、オードリーその脱出ゲーム、東京ドームなんちゃらとか、うん、もう写真、本当とか映画館のチケット売り場みたいなさ、うん、感じになっててさ、うん、それになんかちょっとグッと来ちゃってさ、うん、もうそこを何枚も写真撮っちゃったりとかしてね。あそこね、わかるよね。そうそうそう、うん。こんなこと、もうないだろうなと思いながら、わ、うんうん、ーっつってね、まあ受付ね、クミさん、そう、済ましてもらって。うん、いざやりましょうなんつって、うん、やり始めたらやっぱり面白いね、うん、いろんなとこまあ生かされてというかさ、行ったらまたそこに仕掛けあって、はいはい、ほーなんつって言って、それをみんなでこうね解いて、解いて、でそのめいっ子が初めての中学1年と今小4小5ぐらいかな、うん、だからその謎解きとかもこうまあできるぐらいの年齢じゃない、そうか、ちょうど一番楽しいだな、ちょうどだから最初キャッ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 やってね、で私ももうこれね、分かったけども、分かってるけど、こう、あえてこう言わないで。で、このスマートフォンのそのサイトに入れていくわけですよ、答えをね。これになったらこうしてこうして、これになんか入力して、したらこの次のこのムービーとかさ、音声とかがこう流れんの。で、それぞれやっぱ出てるよね。撮ったじゃん、うん、我々も。声を、うんうん。で、私撮ってる時はさ、もうほんと原稿をこう読んでるだけだからさ、これ何のこっちゃ分かってないの、うん、なんていうの、その、流れとか、うん、あ、こういうことなんだ、こういうセリフって言われてるだけだから。うん、で、やっぱこの、通しで見ると、うん、よくできてるね、あれね。あ、そう。面白いよ。へぇー。うん、そう、聖堂さんや、ヒロシも出てるでしょ。うん。うん。で、若林さんもちろんね、何とか言ってやってるわけよ。うん。ブースにいるって言ってね、井田アナとかさ。はいはいはい。で、やっぱ一番ほんと感動した、一番その中で、うん、盛り上げてるというか、うん、ね、いや、しっかりやってんのが、里光ね。ああ。私も感動しちゃって、演技に。うん。若林くん！ここは、どこなんだ！まあ、その、ちゃんとそのね、設定を、わかりやすくそれなるし、ワークショップ通ってるからな。そう、ワークショップに通ってるからだな、って。それ言ったもん。佐藤さんすごいね、とか言って、久美さんとかさ、妹とか言ってるから。ワークショップ通ってたからね、って。私、言いよう。そのすごいねの言い方さ、うん、佐藤さんって、すごいね。いや、そっちじゃない。そっちじゃない。そっち引いてるすごいねじゃなくて、ほんと、ポジティブな、ネガティブなすごいね。すごいね、と、迫力が。佐藤さんってすごいね。じゃなくて。じゃなくて。すごいねって。すごいね。で、うん、ほんとだからもう、極端に言ったら、佐藤光が緊張感を演出してる。うん。わかる、でも。うん。うまいよね。やっぱ演技で、俺たちできねえからな。いや、できないのよ。うん。で、また声だけ、難しいじゃん。ああ、そっか。原稿読んでそれっぽいような感じのね。言い方したけど、やっぱガチャッとこう全部合わせると、うん、やっぱね、ちょっとこの、うん、うん、傍観がね、うん、出るよね。うん、里光は本当に、うん、どうなんだ、ここはすごいね。いや、そっちのすごいねじゃないの。本当にもう、驚く、感動のね、感動すごいね、って言って。だ本当に行って、やってもらいたい。うん、でも、お話もしっかりというか、このね、うん、どうな、自分でもさ、なんとなくそれやってるから分かるじゃない、うん、ね、その流れが。だけど、うん、どうなるんだ、これはって、やっぱね、うん、思って、いろいろさ、パネルがあったりとかさ、うん、ね、うんうん、それぞれの我々の。あるらしいね。そう、うん、パネルあったりとか、その展示物がね、うん、あったりだとか、うん、あと、そのラジオの、その内容、その放送を聞かないと、聞いて、その謎を解くみたいなところもあったりするのよ。うんうんうん、だから、この番組をね、ラジオを起こすから、リトルゾースだったら、ほんと、よだれもののさ、うんうんうん、謎解きがもう、あ、知ってる人は、そうそうそう、そう、あの時のあの回か、ね、はいはいはい、問題になって謎解きの要素になってるとかさ、はい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 、で、やって、その、で、楽しくなっちゃってさ、うん、なんかもう最初だからめいっ子に譲ろうと思ってたんだけど、うん、もうバン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 一人でさ、うん、と解きながら進んじゃってさ、うん、なんか怒られたもんね、めいっ子に。うん、なんか、行かないでよって、先に。うんうん、で、途中はぐれちゃったりとかしてさ、どこ行ってんのみたいな。
三つ先とか。どこでも春日だな。そう、三つ先ぐらい行っちゃってさ。増えちゃって、謎が増えちゃって。一つ、現場に春日がいないっつって、その。まずあいつどこ行ったってさ、もう一個謎。でも、お前、バレなかった周りの人に。大丈夫だって。だって、普段の格好にサングラスしてるだけだろ、お前の。そんなわけねえだろ、ピンクベスト着て。それもバレに行ってんじゃん。帽子もマスクもしてない。普段の格好に、サングラスしてる。サングラス。じゃあ、サングラスいらねえだろって話よ。そんなやつ。声かけられに行っちゃってんじゃん。それこそ、やばいねんのやつよ、そっちは。すごいね。そっちもやばい。すごいねね。すごいね。いや、間違いない。やばいねは、だって、その、大丈夫か、お前。正月明けから、ねえ、スランプに入って、ね、スランプに入ったままドームって。状態としてはいいわ。なんか、かすがという意味じゃ。良すぎるよりね。まあ、そんなんやってさ。やばいねと、すごいね、間違えてんだよ。さっき出たパターンだよ。いや、そうだね。お前、すごいね。やめなさい、ね、その言い方。その言い方のすごいのいらないのいただきたくないのそんなのやってねいやいやもう楽しくさ、うん、その脱出、まあ、やって、うん、でまあクリアをしたのよ、うん、ねそれでいや楽しかったねなんつって言って、うん、そしたらほら言ってた若林さんねぶたがさ、うんあってね。まあまあ昼間だったから、そのライトアップはされて、あ、これねぶただなんつって言って、うん、で、その前で写真とか撮ってたの。うん、みんなでね。うん、で、あ、よかったね、なんつって、もう帰ろうとしたらさ、クミさんがさ、ちょっと待って、なんつって、うん、ね、どうしたのつったら、いや、ちょっと二人ね、うんうん、ちょっと離れたところに、ねうん、その男子と女子、うんうん、それずっとこっち見てるんだけど、多分、春日って気づいてくれたんじゃないかな、うん、なんつって言ってさ、うんうんあ、そうなの?つって、まあでもね、うん、まあ来てくれたら、まあ、どうもとか言うかもわかんないけど、うん、まあなんか向こうで見てるだけだしね、なんつって言って、うん、行こうよ、なんつって言って行こうとしたら、うん、ちょっと私行ってくるなんつって言ってさ、うん、パーってその二人のとこ行ってさ、うん、うん、なんか話してんのよ。うん、で、クミさんがね、バー戻ってきて、うん、ちょっと行こうやっぱりそうだつって言って、うん、気づいてくれたんだなんつって、くれてたつって言って、バーっと私ね、連れてかれてさ、うんうんその若い男の子と女子よ、うん、でどうもなんつって言って、うん、ああ春日さんみたいになってさ、うん、で私もうっすとか言いながらね、まあ、しょっぱいな、うん、お前うっす来てたんですねうっすなんでお前のドームの巨大化してこんでうわーってやってるやつが、うん、うっすって全然スケールが合ってないじゃん、うん、お前うっすこんな手広げてくんねんねっていうやつが。それは春日に支配されるみたいになってんのに。それはまあね、やって、それはやれって言われたらやるそれは。こう、ダーンと。うっす。あれっす。とかやってたの。うん。で、いや、なんか今からやるんですよ。つって、ね、わーっと話しててさ。話したんだけど、なんか、予想よりもなんかいまいち盛り上がってないなと思って。向こうが。もっとなんかね、うん、やらしい話なんか、いや、春日さんみたいな、うん、僕とかね、私とかさ、いや、まさか、ね、うん、脱出ゲーム来てるなんて、うん、みたいな感じの盛り上がり見せるだろうなと思って行ったんだけどさ、うん、そんなになんか全然盛り上がんなくて、うん、なんだろうなと思ってたの。うん、で、よくよく聞いてみたら、うん、まあ、我々のことが好きで、うん、ファン、まあ別に嫌いじゃないけど、うん、そのがっちりリトルトゥースとか横じゃなくて、うん、スクラップのファンだったんだよね。うんうん、その脱出ゲーム作ってるさ。スクラップさんね。スクラップさんの、うん、脱出ゲームは欠かさず行ってるっていう二人。別にその、もう、オードリーのとかじゃないから、なんか、うん、盛り上がるだろうなと思って言って、春日、すごい恥ずかしくさ、また、うすって。続いてはこちらのコーナー。冷凍食品をレンジでチンするくらいのお時間をお付き合いいただくコーナーです。我々が聞きたいテーマについてメールを送っていただきました。今回のテーマは、芸能人が仕事帰りの車の中で言ってそうなことでございます。ラジオネーム、ヤナトラマン。マシンガンズ西堀さんが帰りの車の中で言ってそうなこと。七尾ってほんと顔小さいんだなあ、言ってそうだな あったんだろうね。うん。実際会ってみるとなぁ。
ラジオネーム豆腐小僧。東京03の飯塚さんが車の中で帰りに行ってそうなこと。明日もかくちゃんと会うの楽しみだなすごいなすごい大好きやな、ずっと面白いって思えるんだな、すごいね。ラジオネーム 5% の男子。アンミカさんが仕事帰りの車の中で言ってそうなこと。ほんま渋滞ありがたいわそうな、何がありがたいんだろう、渋滞すらね、何があれ、うん、ポジティブな変換するんだろうね、ラジコ聞けるからかな、ゆっくり、うん、逆に贅沢な時間だぐらい言いそうだよね、ラジオネームホームベースマン。春日さんが仕事帰りの車の中で言ってそうなこと。はいはい、青ですよっといや、さすが腹立つな余裕ぶりたいんだよね、あ、青だって言いたくない、あ、青だって思ったのに、はいはい、青ですよ進みましょうかみたいなねラジオネームブーメランチャンネル。飯田浩司アナが仕事帰りの車の中で言ってそうなこと。さあ、夜の帳に包まれながら飯田浩司を乗せた車が今発車いたしましたこんなプライベートになってんだね、うん、ラジオネーム服部三世。矢口真理が仕事帰りの車内で言ってそうなこと。あ、昔あそこオイランチだったまだ言ってんのオイランって以上でございます。一番良かったメール春日さんに選んでもらいますそうだねアンミカさんにしようかな。 5% の男子、おめでとうございます、はい、1月のプレゼント、若鶏タレ漬け唐揚げ、高菜焼きおにぎり、美味三味、今川焼きカスタードクリーム、お弁当肉、チーズカレー春巻き、以上の4種類入っています。そして今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちら商品の発送をもって発表に変えさせてください。というわけで次回も芸能人が仕事帰りの車の中で言ってそうなことでお願いします。詳細は公式 X やホームページでもご確認ください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com、 日例の冷凍食品をお送りするので住所本名年齢そして電話番号を忘れなく書いてください。